住民税資産システム申告書作成方法この動画では昨年中の収入が公的年金のみの方の住民税資産システムを使用した申告書作成までの操作方法について解説しますまず公的年金収入は1年間の年金支払い額が年金支払者より倉敷市に報告されますそのため公的年金収入のみの場合 市民税の申告は不要ですしかし、公的年金の源泉徴収票に記載のない控除の適用を受ける場合は申告が必要になります。ただし、公的年金収入の金額次第では申告しても税額に影響がない場合もあります。詳しいことは倉敷市役所市民税課にお問い合わせください。では、 収入が公的年金のみで申告が必要な方は以下のとおりです。1、公的年金の源泉徴収票に記載のない控除を申告される方、例えば社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの各種控除の適用を受ける方です。2、公的年金の源泉徴収票に記載のない扶養控除を申告される方、例えば配偶者控除、配偶者特別控除。 扶養控除などの控除の適用を受ける方ですなお確定申告される方は試験民税の申告は必要ありませんのでご注意ください次に申告書作成の上で必要な準備物についてご説明します申告書を作成する前に次に挙げる準備物を確認してください まず、日本年金機構やその他年金支払い者からご自宅に送付される公的年金等の源泉徴収票です。はがき状のもので画面に表示されているものが見本です。1月中旬から下旬にかけて各年金支払い者から送付されます。複数ある場合はすべてご準備ください。なお、公的年金等の収入が400万円を超える方は、 確定申告をする必要があります。詳しくは管轄の税務署にご確認をお願いします。次に、その他の準備物の確認です。これからあげるものは必ずしも必要ではなく、各控除の申告をされる方のみ、ご準備が必要となります。生命保険料控除や地震保険料控除を申告される方は、各保険会社から送付される、 控除証明書をご準備ください障害者控除を申告される方は障害者手帳または障害者控除対象者認定書をご準備ください社会保険料控除を申告される方は国民健康保険料介護保険料後期高齢者医療保険料国民年金の支払いを証明する書類である納付状況確認書をご準備ください医療費控除を申告される方は 医療費の明細書をご準備くださいなお医療費の明細書の作成方法については後ほどご説明します。また、その他の控除を受けられる方は、それぞれの書類をご準備ください。どのような書類が必要か、ご不明な場合は、倉敷市役所、市民税課までお問い合わせください。医療費控除を申告される方は、医療費の明細書をご準備ください。 医療費の明細書には、医療を受けた方の氏名、病院、薬局などの支払い先の名称、医療費の区分、支払った医療費の金額、支払った医療費のうち、生命保険や社会保険などで補填された金額、これら1年分を記入して、まとめてください。医療費明細書の様式については、倉敷市ホームページから印刷することができます。また、住民税資産システムからも、 様式を出力することができます。なお、領収書の添付は必要ありませんが。ご自身で5年間保管する必要がありますので、ご注意ください。以上の準備ができましたら、住民税資産システムへの入力を行います。では、住民税資産システムの入力画面をご案内します。まず、倉敷市のホームページを開いていただき、暮らしのガイド。 ククリッしてください次に「保険・年金・税金」をクリックしてください次に保険「個人市民税」をクリックしてください次に「申告について」をクリックしてください。 次に「試験民税の申告をククリックしてください。次に、個人試験民税申告書の電子作成」をクリックしてください画面に住民税資産システムのリンク先が表示されますのでクリックしてください 利用承諾画面が表示されます。承諾いただける場合は「同意する」をクリックしてください次に「税額資産申告書作成」をクリックしてください次に申告者ご本人様の生年月日を入力してください入力が終わりましたら源泉徴収票を入力 公的年金をクリックしてください。クリックすると、公的年金等の源泉徴収票に記載された内容を入力する画面が表示されます。お手持ちの源泉徴収票に記載されている住所、氏名、支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額、支払者をそれぞれ入力してください。 公的年金等の源泉徴収票が複数枚ある方は左上の「源泉徴収票」「公的年金が複数ある方はこちら」をクリックして同様の入力をしてください源泉徴収票の入力が終わりましたら次に各種の控除を入力しますので「控除入力へ」のボタンをクリックしてください次は画面に表示されている 各種控除になります1所得控除2本人該当3同一請求配偶者または配偶者特別控除4扶養控除5税額控除項目以上5項目になります順番にご案内しますので該当がある控除の入力をしてくださいここでは雑損控除と 医療費控除の入力についてご案内します該当がない方は入力不要のため次の控除項目に進んでください雑損控除を申告される方は損害金額補填金額災害関連支出額を入力してください医療費控除を申告される方は事前に準備した医療費の明細書をもとに入力を行います入力するのは支払い医療費補填金額 2箇所です。ここでは、社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除の入力についてご案内します。該当がない方は入力不要のため、次の控除項目に進んでください。社会保険料控除については、源泉徴収票の画面で入力した金額に追加する金額がある場合のみ入力を行います。 小規模企業共済等掛金控除については契約先から送付される支払い証明書をもとに金額を入力してくださいここでは「旧制度の生命保険料控除」の入力についてご案内します該当がない方は入力不要のため次の控除項目に進んでください生命保険会社などから送付される控除証明書をもとに 入力を行います契約している旧制度の保険の支払った金額が種類ごとに記載されていますのでそれぞれ入力してくださいここでは新制度の生命保険料控除の入力についてご案内します該当がない方は入力不要のため次の控除項目に進んでください旧制度と同様 生命保険会社などから送付される控除証明書をもとに入力を行います。契約している新制度の保険の支払った金額が種類ごとに記載されていますので、それぞれ入力してください。ここでは、地震保険料控除の入力についてご案内します。該当がない方は、入力不要のため、次の控除項目に進んでください。 保険会社などから送付される控除証明書をもとに入力を行います。契約している保険の種類ごとに支払った金額が記載されていますので、それぞれ入力してください。以上までが所得控除の入力になります。次に、ご本人様が該当する控除の入力になります。該当がない方は入力不要のため、 次の控除項目に進んでください。画面に表示されている項目に該当がある場合は対象項目をチェックしてください次に同一性形配偶者または配偶者特別控除の入力についてご案内します該当がない方は入力不要のため次の控除項目に進んでください配偶者控除等を申告される方は、 配偶者の生年配配偶偶者者のの所得金額を入力してください。配偶者の方が障害者手帳をお持ちの場合は該当項目をチェックしてください次に扶養控除の入力についてご案内します該当がない方は入力不要のため次の控除項目に進んでください源泉徴収票の画面で入力した扶養親族以外で「 追加する扶養親族がいる場合は入力をしてくださいまた扶養親族の方が障害者手帳をお持ちの場合は該当の項目に入力をしてください次に税額控除項目の入力についてご案内します画面に表示されている項目に該当がある場合は金額等を入力してください税額控除の入力が、 すべて完了しましたら、税額計算ボタンをクリックしてください。クリックすると、税額試算結果の画面が表示されます。申告書を作成するのボタンをクリックしてください。クリックすると、申告書作成準備の画面が表示されます。ご本人様情報の現在の住所、 1>, 1月1日の住所、振り仮名、氏名、電話番号、業種または職業、世帯主の氏名、世帯主との続き柄を入力してください。1月1日時点の住所が現在の住所と異なる場合は、はい、にチェックを入れ、住所を入力してください。なお、赤文字で表示されている現在の住所、振り仮名、氏名、電話番号につきましては、必ず入力をお願いします。 以上の入力確認が終わりましたら申告書作成のボタンをクリックしてくださいボタンをクリックすると申告書をダウンロードする準備が整いましたのメッセージが表示されますこちらをクリックし申告書をダウンロードしてくださいをクリックしてくださいボタンをクリックすると 申告書の画像が表示されますご自身が入力した項目をご確認いただき内容がよろしければ印刷ボタンを押して2部印刷してくださいこのとき両面印刷を設定して印刷を実行してください設定ができないときは片面印刷でも差し支えありませんこれで申告書の作成は終了となりますなお印刷した2部の申告書のうち 一部はご自身の控えとしてご利用ください。最後にに郵送提出で必要なものについてご案内します先ほど印刷した申告書と、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の写しをご準備ください。また、年金の源泉徴収票の写しと、それぞれ申告している控除の金額や内容がわかる証明書の写しをご準備ください。 受付員が押してある申告書の控えが必要な場合は次の2つのものを追加で同封してください1受付員を押印する本人控え用の申告書2控え用の申告書を返送するための返信用封筒封筒には切手を貼りご自身の住所を郵送先として記載してください申告書の郵送先は こちらになりますので、お間違いがないよう、よろしくお願いいたします。以上で、申告書の作成は完了となります。ご視聴ありがとうございました。